皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。どうも皆さん、こんにちは。初心者はコレヒケシリーズ8曲目に突入でございます。8曲の1本目の動画でございます。また、洋楽に行きまして、ボンジョビのリビングオンプレイヤーという曲を練習してみようかなと思います。ボンジョビのリビングオンプレイヤー。まあ、ボンジョビっていうね、すごい世界的にめちゃくちゃ売れてて、めちゃくちゃヒットして、もうすごいめっちゃかっこよくて、めっちゃ有名なバンドがいるんですけれども、まあ、普通に名前は聞いたことあると思うんですが、そのバンドの、まあ、初期の頃のね、ヒット曲って感じですね。先に言っておきますと、超簡単で、すっげーシンプルで、マジ、本当にめちゃくちゃ説明しやすくて、マジ助かるぐらいの勢いで、すげーシンプル、超簡単な曲です。けど、なんで8曲目に持ってきたかっていうと、ギターソロがね、一番ソロらしいんですよ。一番ギターソロっぽいです。なんかこのオクターブでプラプラとか、なんか単音ちょっと入ってプラプラとかじゃなくて、ちゃんとしたこうね、フレーズが入ってると言いますか、カッティングありの、ハイ弾きありの、チョーキングありのみたいな感じで、一番ギターソロらしいギターソロって感じです。で、もちろんそのギターソロらしいギターソロなので、難易度の方もぐんと上がるんですけれども、まあたまにはね、そろそろ、こういったギターソロっぽいものをね、練習しても面白いのかなと思ったので、8曲目になるんですが、持ってきてみました。でもね、ギターソロ以外のところはね、すげえシンプルだから気楽に楽しんでくださいませ。ギターソロのところだけは気合い入れてやっていきましょう。そんな感じです。ではでは、ちょっと1本目の動画はまたパーツの練習をして、2本目の動画で構成を練習していこうかなと思うんですけれども、まず、リフからいきましょうか、リフ。これがすげえシンプルなんですよ。もうこれだけです。やってみましょう。まず、6弦の開放、ボン。で、5弦の7フレット、ボン。僕の場合は小指で押さえることが多いです。ボン、サーッと。で、その次、薬指で、6弦の7フレット。ミー、ミー、シーって感じですね。ミー、ミー、シー。で、人差し指で5弦の5フレット。レ。で、その次、6弦の開放また2個弾きます。ミーミー、ミーミー、そして、シーレ。ミーミー、シーレ、ミーミー、シーレ、ミーミー、シーレ、ミーミー、シーレ。って感じですね。ミ、低い方のミ、高い方のミ、そして、シーレ。低い、低い、シーレ。これだけです。ゼロ、ゼロ、何、ゼロ、ゼロ、違う。0775-0075。こんな感じです。で、ちょっと強いて言うならばポイントとしては、6弦の音を鳴らしっぱなしにしないということです。と弾いたら、次にこの高い方のミに行ったときに、この使わない指で6弦の音を軽く触れてあげて、低い方のミの音を止めてあげると。極端に悪くやると、こんな感じ。こんな感じじゃなくて、そのね、音が重ならないように一つ一つ止めてあげると、止めてあげながら弾いてあげると、ソリッドな感じがして、かっこいいかなと思います。これがリフです。ずーっともう、すっごい繰り返す。本当に繰り返す。もうずっと繰り返す。このミーミー、ミーミーシーで、ミーミーシーで、これだけは本当にめっちゃ繰り返す。もうこれがリフです。すごいシンプル。ミーミーシーで、ミーミーシーで。こんな感じです。で、一応今回もね、その、ピアスコアの楽譜があるんですけど、このボンジョビに関してはね、これはね、本当に楽譜いらないと思います。本当に楽譜いらない。瞬間センチメンタルに関しては構成がややこしかったりとかね、ストロークリズムがややこしかったりとかするからね、まあ楽譜あった方がいいかな、あってもいいかなと思うんですけどね、このリビングオンプレイヤーに関しては一応用意はしましたけどね、マジでいらないと思います。マジでいらない。動画の中で済むと思いますので、気楽にチャレンジしてみてくださいませ。で、今、リフが仕上がりました。で、その次、A セクションを練習します。A セクション。A セクションはこんな感じです。リフ、リフ、リフ、リフ。C コード、D コード、リフ、リフ。これです。C コードは5弦の3フレットに人差し指を置いたパワーコード。5弦の3フレットに人差し指を置いたパワーコード。で、その次、2フレットをこっちに持ってくると D です。これが C と D。結構出てくるの覚えててください。C と D。覚えてください。これが C。これが D。では、A セクションを通していきましょう。まず4リフ弾きます。4リフ。いきます。1、2、3、4。
ワン、ツー、スリー、フォー、ミミシレ、ミミシレ、ニー、サン、ヨン、シー、ニー、サン、シー、ビー。で、リフがまだ2個きます。2個。これが A メロです。すっげえ簡単じゃないですか。すっげえ簡単じゃないですか。マジっていうくらい簡単じゃないですか。そんな感じです。で、その次 B セクションに行きましょう。B セクション。B セクションのところはちょっとだけややこしくなります。こんな感じ。やってみましょう。まず C と D を1個ずつ弾きます。C、D。で、ブリッジミッドで6弦の開放を2個弾きます。ズンズン。C、D、ズンズン。で、その次、C、あ、D を2つ弾くんですけども、D を2つ弾いたら、2つ目弾き終わったらスライドします。2フレット上の E に。スライドして E を1回弾きます。こんな感じ。で、このスライドするときに、その押さえながらずらさないと、途中で音が途切れてしまうので、しっかりとこの音源したまま、押さえたまま、ずらしましょう。もう一回やってみます。C、D、ズッツ、D、E、E。こんな感じ。C、D、ズッツ、D、D、E。C、D、ズッツ、D、E。こんなんです。これが一つのパターンとして3回繰り返します。また繰り返しかよって感じですけどもね、繰り返します。3つ繰り返します。やってみましょう。一つ目、パーン、ズンズン、ボン、ボン、ボン、ヘイ。二つ目、ズンズン、ボン、ボン、ボン、ヘイ、ボン、ボン、ズンズン、ヘイ、ドン、ドン。で、三つ目弾き終わったら、D がおまけで入りますね。ダーン、ダーン、ダーン、D、C。D が入って C に行くと。バーン、バーン、ズンズン、ボン、ボン、バーン、D、C。2、3、4、D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 。これでサビの方に突入します。こんな感じ。すげえシンプルじゃないですか。ちょっと3個目のところから行きましょうか。3個目の C からいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、C、D、ズツ、D、D、E、D、C、2、3、4、D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 。ドコドン。あーって感じでサビに行きます。こんなんが B セクションです。で、その次サビ。Em-CD、G-CD。Em はさっき上でやりましたけども、今回は C セクションの時には低い方の E でいきます。6弦の開放と、人差し指で5弦の2フレット。6弦の開放と、人差し指で5弦の2フレット。この2つです。これが E。で、でその次 C を弾きます。で、D を弾く。本当に1個ずつ弾く、1個ずつ弾くだけ。D、D、2、3、4、G、C、D、2、3、4、こんだけっすよ。E、C、D、G、C、D、もう1個ずつ弾くだけ。G は6弦の3フレットですね、6弦の3フレット。これ。っていうパターン。これを丸々もう一回繰り返す。そうすると C セクションは終了。こんな感じです。わお。もう、ほぼ終わった。で、ちょっとこの C セクションをやったついでに、最後のこの C2 のセクションも練習しておきたいんですけども、この一番最後のアウトロです。これをひたすら繰り返してフェードアウトする一番最後のパートなんですけども、C の3フレット上げて弾いたバージョンって感じ。3フレット上げて弾いたバージョン。なんで、すなわち最初のこの Em に関しては、0、2じゃなくて、3フレット上げるから、3、5になるわけですね。3、5。で、その次 C に関しても、ここの3、5じゃなくて、1、2、3フレット上に来るんで、6、7、6、8か。6、8になるわけです。これがこの E フラットっていうコード。で、さらにこう2フレット上げて、F。
35、35、68、80。で、その次のこの B フラットも G の3フレット上なんで、G の1、2、3フレットで、ここからスタートです。なんで、つなげて弾くとすると、1、2、3、4、G、E、2、F、2、6フレットいきます。6、6、8、2、3、4、3、6、8、2、3、4、6から6、で、8と。これを一番最後ずっと繰り返します。これが C2 セクションです。こんな感じ。超絶簡単じゃないですか。すげえシンプルじゃないですか。で、この基本のパート、歌のところとかすげえ簡単なんですけども、ギターソロのところだけちょっくら大変なので、ちょっとここを頑張って練習していきましょう。ちょっとソロいきます。少し弾いてみるとこんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォまあ、こんな感じの、なんか早弾きあったりとかっていう感じですね。すみません。ちょっと僕が少し練習不足でうまく弾けませんでしたけど。まあ、順番に行ってみましょう。まず5弦の7フレット、ミからスタートします。で、その次、ミ、レ、ミ。人差し指でミ、レ、ミ。で、その次、5弦から4弦に移ります。4弦の5、7。5、7と弾いたら、この7フレットを押さえている薬指をちょっと引っ張る感じでチョーキングします。5、7、上げる、戻す。で、人差し指で、レに行きます。7、5、7、5、7、上げる、下げる、5、5。で、その次、1弦の12フレットに行きまして、人差し指からいきます。12、14、15。で、その次、2弦の15に行って、2弦の12。で、13。こんな感じですね。ミファソレシドレレレン、チョーキングを2回します。レレとレの音をチョーキングしてミにします。ミファソレシドレレレ、あ、違う、ドレレミミだ、ごめんなさい、失礼しました。ミファソレシドレミミミミで、レミが、レが1個入る。ミファソレシドレミミレと。こんな感じです。ミファソレシドレミミレ。こんな感じ。で、その次、カッティング、ブラッシングが入ります。ツツと2つ。すべての弦をこの軽く触れた状態で、ツツと言って、人差し指で2弦と3弦の12音、同時に押さえます。ちょっと力入れたら、その2弦の、この2弦3弦の12フレットに人差し指があるような位置に、スタンバイをしておくと、この辺とかではなくて、この辺ってことですね。ツツを2つ入れたらすぐに人差し指が押さえられるように。ツツ、12。で、ツツ。中指で2弦の13、薬指で3弦の14。ツツタ、ツツタ。こんな感じでまたツツを入れてワンを入れていきます。ツツ12、ツツ13、14。で、ツツ12、また戻ります。ツツタ、ツツタ。で、その次3弦の10フレットを中指でチョーキングします。ここはハーフチョーキングなんで、1フレット分ちょっと軽く。1フレット分上げます。で、そこ、って言ったら、4弦と5弦の12、12。
指中指の組み合わせでもいいですね。人差し指でチョーキングして、中指で順に順に行くと。こっちでもいいです。薬指でチョーキングして、薬指でもいいです。どっちでもいいです。お好きな方で。で、また同じように、ミファソレシドーと。さっきと同じですね。ミファソレシドー。で、その次は、シソ。こっちに落ちちゃいます。人差し指で2弦の12と3弦の12。で、シソと弾くと。ミファソレド、ミファソレシド、シソ。で、2弦の17を2回チョーキングします。で、その次、ここが超一番超難しいところです。やってみましょう。3弦の12からスタートして、12、14、16と。こんな感じで3つの音を弾きます。パパパーン。で、2弦でちょっとずれて、13、15、17。3、5、7ってことですね。3弦から2、4、6といったら、1弦は3、5、7っていう感じです。そうすると、ソラシドレミの音階が出てくるんですけども、これをフルピッキングで超速く弾いていきます。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ。こんな感じです。ソラシドレミ。これが一つ目の6連符。6個のセットですね。ソラシドレミ、6連符。6個のセット。で、その次は、ドレミファソラがセットです。ドレミ。3、5、7。で、1弦の4、5、7って感じですね。4、5、7。ドレミファソラ。全部つなげると、こんな感じです。で、これ、早く弾くのめちゃくちゃ難しいんで、とりあえず手順を覚えたら、なんかこうね、ひたすら毎日繰り返して、地味に早くしていくようにしましょう。1ヶ月、2ヶ月じゃね、多分ね、できないと思います。これ、かなり長期的に見ないと、ね、難しい。普通にめっちゃむずい。もし、妥協してもいいよという方でしたならば、ハンマリングで代用してもいいです。普通に12を弾いたら、このね、指を叩くような感じで。まあ、これもこれでむずいんですけども。弾く、叩く、叩く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 。こんな感じでもいいと思います。まあ、どちらでも好きな方でやってみてくださいませ。で、その、タララ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 の6連符が終わったら、最後11弦の17フレットをチョーキングして、終わるという感じです。これがまあ、とりあえずその全貌って感じですね。ちょっともう一回やってみましょうか。ソロ、ゆっくりいきます。頭から、ワン、ツー、シー、フォー、ミ、レ、ミ、ソラ、アゲ、ラ、レ、レ、ホイ。シソ、ミ、ミ、こんな感じです。これがそのギターソロって感じです。どうですかね、ちょっとパッと聴いてみて、なんか今までの曲の中で一番ギターソロっぽい感じがしませんか？なんかこのシンプルだけど。この辺とか。なんかフレーズっぽいですよね。ギターソロっぽい。こんな感じのギターソロということでございます。すごく難しいと思うんですけども、頑張って習得をしてみてくださいませ。それでは、1本目の動画は以上でございます。それぞれのパーツを練習しましたので、うまくできるようになりましたら、2本目の構成の練習の方に進んでみてください。そんな感じでございます。ありがとうございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さよならば、はい。